この実況を見るときは部屋を暗くして画面へ近づいてみてくれよね。はい、皆さんどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりました、 K の大冒険です。というわけでですね、今回も早速なんですけれども、アークサバイバルやっていこうと思うんだけど、まあもう見てわかる通り、もう前回の引き続きですね。もうどれほどテーマ言ってるのかよくわからないんですが、まあちょっとカットつなぎで多分ね撮ってると思うと、いや待って待って、行くな、そこに行くな、危ねワンチャンさ、そういうところに引っかかるとさ、プレイヤーもさ、あのなんていうの、足場判定になっちゃってさ、たまに地面に落っ殺されるとかよくあるらしくてさ、あ、テム、あれなんか反応しない、え、どこまで行く、んー、テムしたいんやて、おいおいおい、早く、あ、よし、ラグい、しかも俺今どこにいるかよくわかんない。俺のワニさんどこ行った、ここどこ、もうどこかわからん、早くテイム完了してくれ。場所がわかんねえ、さっきから重い拠点チラシほらあって落ちそうになってさ、飛んでる最中に低空飛行しやがってバジリスクにバレてプレス食らうわさ。もうひっちゃかめっちゃかでさ、もうメンタル持たないから、あとちょっとっぽい、早くして、木はダメ、落ちるから、やめろ、なんか桜舞い散る中に忘れた記憶と君の声が戻ってく、いや俺の生物戻してほしいんだよな、うん、あのどこに、あ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 かん、あかん、あかん、あかん、早く、よっしゃー。よし、騎乗、あ、あるある、あ、じゃ、あ、じゃ、おおー、おお、待って、まず一回落ち着こうぜ、ちょっと一回さ、降り立つ、おっしゃー、エンバーワイバーンテイムしました、いやー怖っ、え、なんで動く、どうしたお前は何に反応して、待って、飛んで、何、どうした、エンバーワイバーンって言うこと聞かないもんなの、お腹空いてるの、今の子食べたかったん、どうしたん、反抗期早くない、テイムしたてほやほやなんだけど、おい大丈夫、77レベルになりましたね、いや焦らせるなよ、ステータスを見てみよう。スタミナが低い、でも体力がちょっと高め、メレーもちょっとだね、てか水晶が66個で済みましたね、うん、意外と低コスト、いやよかったー、でまずここどこだろう、めちゃんこ離れたことない、めちゃんこ離れたよね。グイーンってなってるもんね、地図が曲がった感じで。めっちゃ飛ぶんだもん、これカンストレベルでテイムする人やたら怖いんじゃないかな。じゃあ早速ちょっと自分のね、ワニさんとなんだっけ、デイノニクスをちょっと回収しに行きましょう。あ、ここじゃない、ここにいるんじゃない、ここに多分デイノニクスがいる、よっしゃ、襲われてない、おいバッチ、おい いけ、こんなやつやっちまえ、いけ、やれ、やめろ、俺のデイノニクスが、あかん、うわー、ブレスはあかん、待って、降りて、ティラノを召喚する、テックティラノ、早く、まずいだろあれは、ティラノ、行くぞ、追従、助けに行こう、
倒した？お前マジで倒せた？おほほー、よかったよかったー。デイノニクス、お前半分以上食らっとるがな。ちょっと待って、お前の中にバジリスクの尻尾、あ、鱗、鱗ある、バジリスクの鱗がある。どこだ、いたいたいた、無事だったか、無事でした。え、待って、なんで動くんだお前は。なんで動くんだ、怒るぞ、止まりなさい。よし行こう。こいつなんかやたら反抗期だよな。ワニさんと、じゃあちょっと低レベのパラサウロロフスを捨ててモンボにしまいましょう。で、よいしょ、よーしよ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 し、いいぞ。え、ワイバン、ワイバン、こっち来て、どったの、ワイバン、ワイバン来て、危ないからここ早く降りて、降りんしゃい、降りろ、スイッダウン、スイッダウン、オッケー。こいつマジ怖えんだけど。で、重量上げて、全然上がんねえな重量。声もなんかな。いやー焦った、初っ端からやってくれるぜ。ほんとこのエンバーワイバーンの名前どうしようかな。反抗期のハンちゃんにしようか。ハン、ハンマル、ハンマルいいね、ハンマルって名前にしよう。ちょっともう名前をつけよう、ハンマル。こいつの名前はハンマル、反抗期ちゃん、ハンマル、ハンマル。ちょっと他にもせっかくだからワイバーンいないからちょっと見てみようか。拠点はもうあそこでいいかなと、前回の場所でいいかなって思ってて、はい。なのでですね、ちょっと今回は、まあ、また探索&できれば、まあ、他にもいい拠点の場所があればそこに移って、でさらにね、ん、音慣れしてないからさ、何が何の音なのかも分かんないしさ、いろいろ怖いんだよね。ちょっと上行ってみようか、ちょっと気になる。しかもなんかクレート湧いてる。ああ、まだ降り立ってないね。てっぺんに到着。音がすごい。うわあ、これ降りたら焼け死にそう。なんで木が生えてんの、おかしいでしょ、普通育たないでしょ木なんて。燃えるでしょ、どうなってんのこれ。わあ、やべ、スタミナがない、着地しよう。なんか洞窟らしきところを見つけたぞ、中見つけたぞ。なんだろう、ほら見て、なんか洞窟、明らか洞窟だよなこれな。ちょっとお肉食べさせてあげて、こいつ食うのとお肉でいいんだよね、生肉でいいんだよね。よし、とりあえず重量400で、あとはスタミナ上げて1000にして、で1000になったら次は体力を3000にしよう。これ柱立ってるけど、柱立ってなかったらこれ建設したらだいぶいい場所になったんじゃない、そういうことだよね。邪魔だなあれ。
なんでこういう嫌がらせをするんだろうか。ね、人ってわかんないよね。別にここに自分が拠点立てないんだったらね、柱なんて立てなくてもいいのに。嫌なサーバーだな。いや、嫌な人だなでいいか。サーバー自体は悪くねえからな。おー、すげえ。まあちょっと興味本位でね、今ね、あの浮遊島の方にね、ちょっとお出かけしてるんですけど、すげえ。で、ちょっと拠点をね、あの構えたいということで、落ちる、なんでそんなギリギリの場所に、お前もう本当にさ心臓が持たんわ。へー、でもね、上に立てすぎちゃうとさ、結構あれだよね。うわー、やっぱ飛行生物とかいないと来れないからさ。いや、でもすごく綺麗。へえ、すげえ。うわー、そうなってるんだ。やば。そこら辺なんていい場所だから、多分拠点なんて立ってんじゃないかい。四角いちっこい拠点はある。ここいいじゃん。飛ぶな。着地だ。もうレベルが上がった。俺の言うことを聞いてレベルが上がった。ここになんかトラップがある。ん？投石があるってことは、これカニトラップじゃないか？これカニだよな、どう考えても。アベレーションで過ごしてきたからわかるけど、あのトラップってカニだよね。え、いるの？なんかさ、プラント Z とかもあったりさ、あとアベレーションっぽいキノコも生えてたりさ、なんかアベっぽいんだよね、雰囲気が。え、バジリスクもいたし、ワンチャンカニさんいるんだってことになるよね。ん？いた今。 あれはステゴか。え、こんなところにいるの本当に、カニなんて。いなくない？いるとしたら水辺でしょ。え、全く上の方に、うわ、虹かかってるし、綺麗。うわ、すげえ綺麗。すごーすごー。滝の中になんか洞窟でもあったらね、いいなと思ってたんだけど。いや、すごいな、こんな広いんだね。雪エリアめっちゃ広くない？今バーッと見てるけど、だってもうそこから雪山自体が始まってるし、端まであるぜ。これ上のマップワンチャン全部雪の可能性もあるよね。すごっ。へえ。あ、ちなみに今僕ですね、あの浮遊してる石の上に乗ってます。これ浮いてるんすよ、この石。だからワンチャンさ、この浮いてる石にさ建設建てれたらさ、浮いてる拠点作れるよねっていうことだよね。で、その拠点の形をさ UFO 型にしたりさ、飛行機型にしたりとかさ、ワンチャンいろいろ試行錯誤したらやばい拠点だよね。うん、夢がある。だからこういうちょっとね、もうちょい丸み帯びてるじゃなくて、四角いやつとかそういう浮いてる岩石があったら、俺そこにワンチャン拠点建てるかもしれん。すげえ、なんか水晶がバッチバチしてるんだけど、なんか雰囲気が違う。何食らった？近づきすぎるとあかんの、あれって。え、雷の音。え、怖っ。え、なんかすげえ真っ暗。ん、あ、落雷落ちましたってこと。え、怖くない。え、ただの雪山じゃねえじゃん。お、カニいる。カルキノスじゃん。こんなとこにいんの。え、しかも135って。えへへ。やば。なんだあれ。何あれ。待って、スタミナがない。何あれ。
なんだ。てか夜になるとこのワイバーンクソかっこいいな。雷怖。なんだろう。触れる？え？寒いって。うわ、何これ。え？入って大丈夫？顔入った。えぐい。どうなってんだ？自由視点切り替え。これで見れる、中。あ？え？なに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 ？なに？わからん！マジでわからん！待って！ここ、あかん！ここダメだ！俺逃げるわ！無理！なんで？なんでビリビリになる？雷撃たれたってこと？今俺。いや、でも気になるんだよな。気になるところは行きたいんだよな。行ける？入れんのこれ。お、入れた。水なのこれ。え？怖い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 。入って大丈夫なのかなこれ。いや待って、怖いって。この水晶なんだ。なんか違うのかな。ただの水晶。あ、え、わあ。なんかごめん。重い重い。ちょっとこれ捨てよう。そうすればちょっと軽くなる。いやでももうちょい探索したいな。誰がド M じゃ。でーでりてー。なんかビリビリになってる。なんかまた中に弾がある。でも行ったら絶対やばいやつ。俺わかる、俺そういうのわかる。怖っ。リーパーキングで入ったらワンちゃん水だから浮くんだろうな。入った途端ブクーって。いやえぐ、怖っ。なんでビリビリになるんだろう。雷光ってる、雷光ってる、雷光ってる。別に俺雷は怖く、あ、怖くない、怖くないんだけどさ、全ロスしちゃう怖さがある。これどこ行けばいいの？うわ！え？あ、なんか晴れてきた？なんか晴れてきた？怖いって。誰もそんなとこに拠点立てねえって。いや待てよ、だからこそ。おい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 、どこ行ってん？大丈夫？このクリスタル感電しない？怖っ。そうだよな、誰も立てないからこそいい場所がワンチャン眠ってるかもしれん。恐怖と好奇心が争っている今俺の中で。いやー、行く？ここ行く？でもワンチャンいい場所あるかもしれん。あれ？なんか晴れた？なんか曇りがなくなった？お？すげえ、えぐい。なんかいる。お、レベル上がった、びっくりした。レベル上がった、びっくりした。びっくりした。今でかい音立てんじゃねえよマジで。鼻水出たわ。あれ？暗くなんない。なんかさっきヤバかったのかな俺。わあ。言葉を失うんだが。なんじゃこりゃ。わ、拠点立ててるわ誰か。まあ立てるよなそりゃな。いや怖い。あ、拠点バッチバチに立ててるね。確かにここいい場所だわ。わあ、なんだこれ。見たことも聞いたこともねえよ。
やば。ちょっとクレート興味があるので一個だけ開けてみようかな。重たくない？何が出んだろう。ふんふんふん、いらないね。いらぬ、貴様はいらぬ。めっちゃ綺麗、やば。でも寒いねやっぱりね。お、なんか赤クレートが開いてるくね。ちょっと行ってみるか。いやでもめっちゃ綺麗、すげえ。で向こうなんだろう。向こうは未知だね。まだ一回も行ったことない。しかもあのクレートまだ降り立ってないね。ちょっと行ってみようか。さあさあさあ、クリスタルアイルズに、来てから初の、ん？いや待て、赤い輪っかが、輪っかついてる。レア物がある確定じゃん。わーい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 。なんでそんな下まで行くね。消えちゃうから。違うって言うこと聞けよ。丸ボタン押すと下に行っちゃうんだよね。どうやったら取れるんだろう。ここでいいじゃん、降り立て。いやどう、よし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 、ほい。でインベントリーを開く。なんかいろいろあるね。ちょっともらってこうか全部。えい、一気に重くなったな。カマキリのサドル、職人見習いが出ましたね。いや、いらないね。これなんだ？クラスターグレネード。へぇ。あ、これ何？カマキリ、名工。おぉ、しかも現物か。ほうほう、悪くない。なるほどね。まあ、じゃあ持って帰るか。せっかくだし。ここは、ジャングルでいいのかな？へぇ。でも不人気そうだね。なんか景色が綺麗ってわけでもなく、ただただアイランドっぽい感じ。うん、そうだね、アイランドっぽいね。おお、滝もあるじゃん。ん？なんか読み込んだ？ああ、拠点があったあった。平和的な場所ですね。へえ。お、ワイバーンがおる。行ってみよう。あ、違う。はいはい、どうも。はいはい、どうもって。あ、重すぎてジャンプができない。てか、あいつ何レベル？まず、汚い色してんな。ん？待った。いや、待ってくれ。高レベだった。うん、とてつもなく高レベだった。待って、ちょっと待って。奴をテイムする。